牛尾梅吉から1934年5月4日は、日本の政治家、相場市、実業家、兵庫県多額納税者、資産家、姫路商工会議所会頭、姫路水力電機、姫路信託各社長、姫路銀行頭取、牛尾防止会社代表社員、山陽商事代表取締役、続席は、兵庫県平民、神戸銀行副頭取、 中国合同電気社長、牛尾賢治の父、牛尾工業社長、牛尾吉郎、牛尾電機会長、牛尾二郎の祖父、張馬国姫路に生まれた、牛尾正五郎の次男、牛尾正二郎の弟、1882年、兄、正二郎方より別れて、一家を創立した。文家の次男だった梅吉は、自分で生計を立てる必要があった。五福の行商から始めた。 27歳の頃には単物を飽きなっていた。1892年、1893年頃から1897年頃まで、太物商売に立候して、多少の財を積んだ。しかし、これでは産をなすに足らぬと、市場仲買商売に目をつけた。姫路米国取引所仲買人となった。三十歳にして、姫路市場に開店した。中海業、有価証券売買業。 米国中外業を営んだ。次第に、姫路の財界に頭角を表し関係事業が多くなった。中外業は、老いの有事に譲った。1912年以来1922年まで、市会議員を務めた。1913年、大阪、道島に進出し、相場市、石井貞七との大勝負で有名を馳せた。1917年、姫路水力電気社長、 後、中国合同電気副社長。1927年、姫路商業銀行頭取に就任。姫路ガス、日本フエルト膨大、姫路メリアス、羽根東川電機、中国合同電機、新見電機、鳥取電灯、破綻鉄道核、取締役、姫路電機化学工業、大阪道島米国取引所監査役なども務めた。大阪に出て、 大阪株式取引所と同島の米国取引所で相場を張った。梅吉の相場のやり方は、そろばん本位で、堅実を胸とした。敵型の無理な買い占めや売り崩しに向かって、リズメの戦略で叩き潰すのを心情とした。梅吉は、同島取引所の重役についたとき、新聞記者に、投機社会で財をなすのは良いです。そろばん本位でやるなら間違いない。 新聞記者などしているより、財を作るには、いい商売ですよと語っている。幼い頃から商業に、多大の趣味を抱いていた。姫路実業界の牛児を取り、同志の繁栄に、多大の功労があり、おもんぜられた。資産家であった。時事新報社第3回調査全国50万円以上。資産家によれば、財産見積もり額、七十万円。財産種別、土地、家屋。 有価証券、貸金である。対象人名辞典によれば、資産約100万円を算するに至るという、住所は姫路市西高野町。ありがとうございます。